そうですね、これ同時進行だったらどっち映していいかちょっと分からなくなりますね。これ番長が隣の筐体を感染しているので、あ、いるだけなのか。じゃあこれはじゃあ第二筐体の方を映していただきたいと思います。おそらくこれあの番長への挑戦者を決める対戦じゃないですか。あ、なるほど。じゃあちょっと第二筐体の方ちょっと映していただきたいんですけども、第二筐体の方をお願いいたします。あ、入ってましたね。入りましたね。これは、初めて見ますね。ちょっと Gお好みキャバを、あ、これはこれ千葉のプレイヤーの行徳の G 君っていう、そうですね、プレイヤーですね、強豪プレイヤーです ね、昔はあのリーを使ってたり、そうですね、ボブを使ってたりしたんですけれども、今世がですね、あの女子を使って女子を使ってるということで、さあ無限ステージ選ばれるのは無限ステージ、まあやっぱりシャオイを相手、まあどちらが選んだかわからないですけど、シャオイを相手だとやっぱり壁を絡みたくないと、そういうことでしょうね。開幕アッパー続きに行って、さあスカークしっかり長打を決めていく、さあコンボ五月戦じめして、これ確定ですね。五月戦からのリーゴー隊は若干難しいんですけど、難しいですね。五件あるとしたら中点でプレッシャーをかけていく。今のところ逆連で追撃攻めているの、さあが決まって一本取ったのがニューラライザキ、止まりませんね勢いが。女子に対してですね突っ込むというのはかなりですね勇気がいるんですけども、怖いですね。さあこれ今回連続なんですよね。さあ横移動しゃがみ込みなのか、長打が決まった。この長打前出しからの長打、かなり先ほどから勇気が入ってますね。この右キャバオも固めていくか、要所でしゃがむ、これかかんがないが、あ、ライト潜りますね。これ今一瞬しゃがんだんですかね、通路を配下は。なるほど、あーなるほど、集団これジャンスがついてますんで、割るとしたらジャブ系、まあ、発生11枚の技を振らないとこの技は割り込みません。さあ出し切って2択がかかりますね。これ頬に当たる、ありがとうますね。さあシャガパンで抑えていってしっかりしゃがんでいく。さあスプリングキックで牽制して、さあ割れない連携かと思いや、これシャオよく中段捌きで探しましたけど、さあ無敵タックルを潰しに行く。さあ先にリーチをかけたのがおこのぎキャバをマッパーで潜らして、今10連に行ってましたね。通路杯から通路杯、これ置き攻めもついてくる。さあこれが2択厳しいんですよね。そうですね、厳しいですね。強制的にこれが頬に当たってしまう、一瞬踏み込んだのか頬に当たってしまう。ただ下ないですよ。さあこれスプリングキック、さあ分からない、ジャブでは打ち押さえていく。先ほどからこの前ダッシュをですね、ジャブまたは LK で潰すのが非常にうまかったですね、このプレイヤー。さあこれで番長への挑戦者が決まったという形でしょうか、ね、番長が隣に座ってる前で番長への挑戦を決めたと、あ、おそらく番長と勝負ですね、これ勝負ですね。隣にいたからきっとプレッシャーをかけてたんでしょうね。これですね、女子と、まあ、キャラ相性のことはあんまり言いたくはないんですけども、どうなんでしょう一般的に。女子ジャックはですね、はい、ジャック側は相当きついです。分かりやすく言っていただけると、どこら辺がですかね。ジャック側の機動力で言いますと、はい、その2択を避けられない。なるほど。で、ジャック側は縦押しして、さっきマシンが、番長がよく言ってた下段なんですけどね、はい、あれを潰しに あれでダメージを取っていくっていうスタイルが基本的なジャックなんですけども、はい、それを前両パンで、いわゆる、女子でいうところなんて言えばいいのかな、前両パンのジャンプしながらパンチするんですね。あれが、かなりのリーチが長くて発生も早いので気軽に下段が打ちに行けないと。なるほど。それはあのジャックの体の大きさが災いしているということですね。いや、攻め立てのコンセプトとしてその細かく行こうとしている中に発生が早くてリターンが求められる技が多いので、はい、そこでやっぱりちょっと始まりそうですね。はい、さあまあキャラ相性云々の話は少し置いときまして、はい、さあ番、あ、そうか、これ誰が出てもいいんだ。どうやらさっきの女子じゃないですね。女子じゃないですね。ここに変えてくる、これ面白い展開ですよ。これチーム戦ならではですね。番長のあの顔ですよ今。あれみたいな、多分女子じゃなかったから良かったんじゃないかと思ってるのかもしれませんけど、誰が出てくるのでしょうか。さあこれは結局女子か、結局女子だった、結局女子だったか。これには番長も苦笑い去ってまた一段みたいですね。どっちがジャック得意なのって多分話になったでしょうね。そうでしょうね。結局どっちもジャックには行きやすいんだけど、ね、俺の方がジャック得意だぜと。これちょっと見ていただきたいんですけども、その女子相当きついはずですので、ジャック側がどう対処するか。そうですね。ただこれを覆してこその、まあ番長ですね。番長セブン。
今日だったら番長分からないですよ。そうですね。おっと早速ライトからご挨拶。さあ、さあ浜を打っていく。ここからおっとスラッシュキックが出ない。おっと横でかわしづらくなっているが、コンボがちょっとクラシックなコンボ。さあ浜を打っていく。これがね、避けられないんですよ。若干スタンスから避けられない。で、潜るんですよね、この番長。おっとさあ逆ワンツーで牽制していく。しっかり牽制していく。マシンガンで割り込んでいく勇気がありますね。おっとカウンターで決まった。カウンターの浜。さあプレッシャーをかける。結局しかいく。今日の番長強いぞ。これ前ダッシュ2回ですね。これはもう意思表示。お前を今日殺してやると。お前のことはもう全部分かってるぞという意思表示ですね。しかし下段は裁かれるが、まだこれは2割。さあしっかり下段打ちに行く。細かくいって、これ10連いく。10連おお。さあこれは無敵になりますね。さあハマー近寄らせない。これ結構相手あれですよ、怖がってますよ番長。今日の番長は怖い。逆に来るがしっかり横透かして、さあこれレイジにジャッシュがなるから、ちょっとこれは攻め込みづらい。しかし判定が長いせいか食らってしまった。ちょっとですね今番長ちょっと欲しがっちゃいましたね。あこれ今のでちょっと味しめちゃいましたね、この石井チアーさん。さあこれで奥攻めしっかり熱波を選択。もっと10連を打っていく。さすがにじゃないですか。さすがに。あおっとなるほどみたいな形顔しましたね。さあおっとこれ減りますよ。さあこれ奥攻め完全な2分1。あしっかり奥攻め。あこれ割れないですね。ショットガンスラックですね。さあこれどうする。おっと非常にまずい。おっとまずパルス。さあここはこれ細かくいかれて、今あれ上段以外の技振られましたら死んでましたね。レイジアース負けてましたからね相手。よく上段それ、ね、追い込まれた番長。確率変動はどうか。ここでこれカウンターで食らってしまう。割れないんですよね。さあ通路入から置き攻めがついてくるぞ。さあスプリングキック対応していく。命拾い逆圧入らず、バックラッシュしたが体ここで不用意にマイナスしてカウンターで食らってしまう。ただこれは生き残るでしょう。コンボミスが。さあこれはしっかり。さあ生き残った。まだ分からないぞ番長。修羅の時。さあこれは分からない。これは確定がない。ないからこれお互いき。さあおっとマシンガン。ここでマシンガンを決めていく。今日の番長根性値が高いぞ。さあ番長コール。私流れ的やってますけど、番長コールが起こることってですね初めて聞きましたね。そうですね、愛されてますよ。コンボがクラシックですね、このコンボな。しかしこれでもお互い体力5分です5分ですね。おっとウォーミングこれしっかりジャックの足が短い。お互いメガトンスイープ。スイープこれは相手も置き攻め怖いが、しっかりもう2発目からやらない。ちゃんと前のスカード。おっとまた決まってしまった。おっと安い。さあコンボカットドーザーで走っての置き攻め。スライディングが当たらない。拾えないが、おっとマシンガン決めて。前ダッシュマシンガン素晴らしいですね。いや今日の番長一味も二味も違いますね。しびれますね。これ番長コール聞こえますよね、視聴者の方々。非常に今日の番長セブンは一味違いますよ。いやでもまあいい勝負でしたね。なんだかジャック使いたくなりましたね。そうですね、原田さんもすごく嬉しそうで何よりです。なんか番長を見て使うの尺なんだけども、なんか強いなこのキャラみたいになっちゃいましたね。いつも原田さんに怒られてるイメージあったんですけど ね、 なんだか褒められてるようなところ初めて見ていただく。これがひとまずこれで一旦終わってしまったんですかね。そうです。